反則空間無視のシリーズとして、今回は反則空間無視の重症度分類について解説したいと思います。は、ま、じ、あ、めに反則空間無視の重症度を理解する上で、まあ、こちらの姿勢定位と空間認知の障害を理解することが重要になります。まあ、姿勢定位の定義とは、動物が刺激に対して体の位置、 または姿勢を能動的に定めることと言われていますこの姿勢定位には視覚系、前提迷路系、体制感覚系があります反則空間無視に関係する項目としては、まあ、こちらの視覚形、まあ、姿勢を保つにあたって視覚、まあ、形を用いた環境との関連付け、まあ、これが反則空間無視の、まあ、重症度の分類に対して、まあ、重要になってきます まあどういったことかと言いますと、まあ、こちらが搬送空間無視の重症度分類になります、まあ、グレードが1から5までありましてこの45になればなるほどまあ重症であると、まあ、こちらのグレード4と5においては空間軸変異崩壊現象を伴うことが多いとこの空間軸変異崩壊現象というのがまあ姿勢定位を保てないと まあ、要するに座った状態で、まあ、体が左に崩れてしまうという現象が生じます。まあ、こういったように、在姿勢が保てない場合は、重症という理解になります。まあ、グレード5になりますと、空間軸変異、崩壊現象と、ライトネックローテーションが加わると。まあ、このライトネックローテーションは、頸部を右に回旋させた状態ということになりますので、まあ、在姿勢の体幹が崩れた状態で、まあ、さらに首を右に回旋させていると。 まあこのような姿勢の場合グレード5で重症度が一番重いということになります。でまあ、逆説的に見ますとこちらのグレード1から3の比較的重症度が軽い場合は姿勢を保つことができるということが言えるかと思います。 まあ今まで評価の方でまあ解説しましたまあビットや CBS。これらの評価はこのグレード1から3ぐらいのまあ比較的重症度の軽い方に対応していると。まあ、要するに材が保てずまあ首も右に回線している場合はそもそもこのビットが評価できなかったり、こちらの CBS のまあ日常生活の評価もできないと。 いうことになりますので、こちらのビットや CBS が評価できるということは、まあ、こちらグレード1から3とかの比較的重症度が軽い方を対象としているということになります。はい。今回は反則空間無視の重症度分類について解説しました。次回は反則空間無視の症状による分類について解説したいと思います。